休憩前に引き続き会議を開きます。4番藤田民夫議員。北西会の藤田民夫です。それでは通告に従いまして2つの項目について質問をいたします。まずはじめに飼料高騰に苦しむ畜産農家への支援について質問をいたします。ロシアのウクライナ侵攻後世界中の経済が停滞しあらゆる面で影響を与えております。食料自給率の低い我が国では海外からの輸入に依存しているため、食料品をはじめ、あらゆる食品が値上がりをしています。農業、畜産分野でも同様の現象が起こっております。肥料価格の高騰、そして飼料価格の高騰、農業資材の高騰と農家の経営を苦しめております。肥料価格の高騰に対しては、国による支援事業が行われることとなり、それに合わせて市独自の支援も行われることとなり、評価しているところであります。飼料価格につきましては、配合飼料や輸入灌木草を中心に、令和2年10月ごろから、中国における需要増加やコロナ禍からの経済回復等により上昇し、その後、ウクライナ情勢を受け、急速に上昇しております。配合飼料価格の上昇が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため、配合飼料価格安定制度があります。これは、輸入原料価格が直前1か年の平均を上回った場合に補填する制度でありますが、令和2年度第4四半期、これは令和3年の1月から3月になりますが、これ以降、今年の第2四半期、7月から9月までですが、7四半期連続で発動となっており、今後も続くものと予想をされております。いわゆる高止まりの現象でありまして、購入単価は上がる一方、補填金が減少しております。このような状況下、頑張って畜産経営を続けていただくため、支援する行政も増えてきております。畜種ごと1頭当たりの支援や、実際購入した配合飼料、灌木草に対しての助成など、支援内容は行政によって違いはありますが、ぜひとも北上市としても畜産農家に対して支援するべきと思いますが、当局の考えを伺います。次に、水田活用直接支払い交付金にかかる基準単収を地域の現状に合わせた単収へについて質問をいたします。11月10日東北農政局から10月25日現在の作業指数が発表され、県全体で99の平年並み、北上川下流でも同じく99の平年並みと発表されました。しかし、実際に農家の声を聞きますと、ほぼすべての農家が今年は米が取れないと落胆しておりました。原因は出水後の日照不足により、糖熟が進まず、もみの肥大が抑制され、さらには未成熟米、いわゆる青米ですが、これが多いのが原因であったとのことでありました。これまでコロナ禍による消費の低迷などにより、過剰米が発生し、米価が大幅に下落し、農家は大変苦労をしてまいりましたが、今年は主食用米からの転換も進み、米価も回復傾向にあり、期待しておりましたが、思っていた以上の
減収にがっかりしておりました。そんな中、ある農家から今年は市の支援事業である主食用米作付け転換支援事業により加工用米の取り組みを始めたとのことでありましたが、米の減収により契約数量の出荷が厳しいとのことでありました。先日確認をしましたところ、保有米を削ってなんとか契約数量を出荷することができたとのことでありました。北上市の今年の基準単収は10R 当たり542kg であります。この単収は北上市全域の基準となっており、直接支払い交付金の基準となっております。飼料用米については収量に応じて交付単価が変わります。基準単収より150kg以上多く収穫した場合は 10R 当たり最高の105,000円、以後収量の減収により交付金が減額され基準単収で80,000円、それ以下で最も低い場合は55,000円となります。加工用米については 10R 当たり 542kg で契約数量が決まります。ここ数年は主食用米からの転換も進み、飼料用米や加工用米への取り組みが増えております。地域の現状に即した基準単収にするべきと思いますが、当局の考えを伺います。以上です。市長。藤田民生議員のご質問にお答えいたします。最初に畜産農家への支援について申し上げます。市内の畜産農家の状況につきましては、花巻農協や畜産農家から現状をお伺い把握しているところであります。国においては畜産農家への支援策として標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に交付金が交付される、通常牛丸金と呼ばれる制度や、配合飼料の価格高騰の影響を緩和するために生産者に補填金が交付される配合飼料価格安定制度があります。配合飼料価格安定制度は平均輸入原料価格が基準輸入原料価格を超える場合に上回った額を限度として交付される通常補填と、115% を超える場合に交付される異常補填があり、四半期ごとに算定されます。通常補填は令和2年度第4四半期から、異常補填は令和3年度第1四半期から発動されているところであります。さらに臨時特別の措置として、令和4年度の4月から9月までにあたる第1第2四半期は、異常補填の発動基準が 112.5% に引き下げられています。この制度では、算定の基となる基準輸入原料価格が直前1年間の平均を使用するため、輸入原料価格が高止まり傾向にある現状では、比較する輸入原料価格との差額が小さくなり、補填額が減少していることは認識しております。また、県においては、令和4年度6月補正で、国の制度で賄いきれない生産者負担分を補助する配合飼料価格安定緊急対策費補助を実施し、1トン当たり1000円を上限に、負担が増えた分の3分の1を補助することとしております。さらに国においては、予備費を活用した配合飼料価格高騰緊急特別対策事業を実施し、生産コスト削減や飼料自給率向上に取り組む生産者に対して、令和4年度の10月から12月分にあたる第3四半期に配合飼料1トン当たり6750円を補填することとしています。市独自の支援策につきましては、現在、
畜産農家が難しい経営を強いられていることを踏まえ、安定した経営を続けていただけるよう、使用等数に応じた給付金を当議会に追加補正で提案する予定であります。次に、水田活用直接支払い交付金にかかる基準単収について申し上げます。今年の米の収量が減った農家があるということは、花巻農協からの情報や稲作農家からの声もあり、認識しているところであります。水田活用の直接支払い交付金は、水田で食料自給率、自給力の向上に資する麦、大豆、飼料用米等の作物を生産する農業者を支援する制度であります。支援内容は複数のメニューがあり、メニューの一つである戦略作物助成の対象作物に飼料用米が入っており、収量に応じて 10R 当たり5万5000円から10万5000円の助成が受けられます。算定の元となる標準単収は、国が示す数値により毎年岩手県農業再生協議会が市町村ごとに設定し、県内の各農業再生協議会に通知されます。基本的にはその数値を適用することとなっており、北上市農業再生協議会では市全域にその数値を適用しています。この単収は生産予定面積の算定の元となることから、出荷数量の計算にも適用されます。北上市農業再生協議会は、市内の各地域ごとの農業再生協議会、各種農業者団体および関係機関等で構成されており、事務局は花巻農協が担っております。現在、市全域で同一の単収を適用することは協議会で決められたものであります。標準単収を市内の地域ごとに変えて設定するには、協議会の中での合意と東北農政局への協議が必要となります。まずは農業再生協議会の中で、基準単収に関係する生産目安および水田活用の直接支払い交付金を担当している花巻農協と協議してまいります。以上であります。議長。藤田民夫議員。はい、それでは最終質問に入りたいと思いますが、まあ、初めに飼料高騰に苦しむ畜産農家への支援について、行います、確認しますが、秘書から答弁いただきましたが、飼料高騰対策については、まあ、使用等数に応じた給付金を追加補正で提案するということですが、支援するという解釈でよろしいですね。農林部長。はい、議員のご質問にお答えいたします。ただいま市長が答弁したとおりする方向で今最終的に検討を進めているところでございます。以上でございます。藤田民雄議員。はい、まあ、ありがとうございますと言えばいいのかありませんが、まあ、先月の、まあ、中頃、まあ、当局と話をしたときには、まあまあ、状況はもちろん把握しているよと、ただ今のところはまだ検討していないということで、まあ、今回の私の、まあ、一般質問にもなったわけですが、まあ、やるということで、まあ、この質問やめてもよろしいのかもしれませんが、いずれまあ、餌が上がってる上がってるということで、いずれどれだけ、まあ、当局も掴んでるかもしれませんが、私もちょっと調べてきてましたので、まあ、どれだけ上がってるのか、いずれここで紹介をしたいと思います。まあ、これは農協の生産資材館の方から資料をいただきまして、まあ、主だった餌を、まあ、餌っていうか、資料を抽出したわけですが、まあ、資料が高騰する前の、まあ、令和2年の7月時点、それから今年の、まあ、10月というか、まあ、第3四半期ですから、10月から12月の価格ということで、これ税込みの価格ですが、まあ、どれだけ高騰しているのかということで、いずれ、紹介をしたいと思います。
まずは養鶏、鳥ですが、残念ながら市内には多分3つの養鶏場があると思いますが、農協の取引がないということで、農協で扱っているのは20キロ上田一帯あたりということですから、その値段で紹介しますが、令和2年の7月現在は、1399円、20キロ一帯あたりですが、今が現在2398円、999円の上がり幅ということで、71% の上昇率というふうになっております。それから和牛繁殖、母ちゃんという銘柄ですが、これも20キロ一帯あたりということで見ますと、2年の7月が1313円、これが今現在1962円ということで、649円、49% の上昇率となっております。それから肉使用、これは1トン、トンあたりの単価になりますが、2年の7月現在は5万7552円、それから今現在が8万2153円ということで、2万4601円、43% のいずれ上昇率だと。それから乳牛用でありますが、これもトンあたり、2年の7月が6万3800円、これが今現在は10万2590円ということで、3万8790円、61% の上昇率となっていると。で、肉豚用、これが今一番上がっておりますが、これもトンあたりですが、2年の7月が5万8245円、これが今現在10万2850円ということで、4万4605円、77%、8割近いもう上昇率になっていると。で、この率にはそれぞれ差ありますが、いずれはその餌に使っている原料、トウモロコシが多いが当然、単価が上がるということで、これだけちょっとばらつきはありますが、いずれ少なくてもいずれ 45% 以上、多いのはもう8割近く上がっているというのが今の現状であります。それから寒木草、国内産といいますか、ここでは県内といえば小岩井産の牧草ですが、30キロ梱包、これ一つですが、2486円、2年の7月ですが、これが今現在が2662円ということで、176円、国産というか、国内については、7% ぐらいの上昇率で止まっているということですが、やはり輸入物、これは US チモシーということで、これが主流ですが、これも1トンあたり8万5千円が、今現在が11万8千円ということで、3万3千39% 上昇をしております。このようにいずれ今、単価が上がっているというのが現状です。で、単価だけ言ったってはちょっとピンとこないと思いますから、例として、肥育農家で、どのぐらいのコストが上がっているかという紹介しますと、今は一貫経営も増えてきますが、通常であれば和牛子牛市場から10ヶ月例の子牛を買ってきて、それを20ヶ月、約20ヶ月肥育して、肉として出荷するわけです。これをの大体、飼料の与える目安として、肥育の巨生牛、これは出荷するまでに5トンの配合飼料を食べる、それからメスは4トンの配合飼料を食べるというのが一つの目安になっています。で、今は枝順が大型化しているということで、最低これ以上はもう今は各自に食べているということで、これの肥育間、どのぐらい変わるかということ、肥育の去勢の場合は、2年の7月時点、この時点で20ヶ月肥育して出したものについては、28万7760円で増し上がるのが、今の単価、仮に20ヶ月続くという想定ですが、そうなれば41万765円ということで、1頭当たり12万3000円、月にしば6150円の生産費がもう確実に上がっていると。それからメスについても23万208円が32万8612円ということで、9万8404円、月にして4920円、5000円近くやっぱり経費が上がっているよと。それから参考までに、肉豚が今一番上がっているということで、肉豚はだいたい生まれてから6ヶ月ぐらいで仕上がって肉に出るわけなんですが、肥育豚、後半の3ヶ月が一応肥育期間ということで、一応の目安は
300キロぐらいの配合飼料を食わせるということになっているそうです。で、この半分の3ヶ月間だけでも、これだけ違うということで紹介しますが、まあ、上がる前の飼料を使った場合は17,460円、これが今のさっき言った 77% も上昇していますから、これが豚の場合はわずか3ヶ月間ですから、まあ、当然多分この単価は続くと思いますが、それで計算しますと38,700円になるわけです。それで、まあ、ちょっと調べてきましたが、まあ、月曜日の、まあ、農業新聞に支給が載っていますが、東京食肉市場の肉トンの上物価格、消費税込みで今576円という単価で取引されていました。で、一応枝肉重量もちろん関係ありますが、肉トンの場合はちょっと私そっちやってきたのでちょっと少しは分かってますからですが、まあ、肉トンの場合はその枝重の上限があって、80キロを超えると宙に格下げになるんです。そうすると、まあ、最高額の80キロでさっきの576円を書きますと46,080円、これが肉トンの販売額になるんですが、46,080円ね、さっき言った3ヶ月の餌代だけで38,700円、売り上げのもう 67% がもう餌代になってるんですよ。で、当然、生まれてから3ヶ月育成なり子豚の飼料も与えていますから、今の販売額にあるともうおそらく8割以上が、売り上げの8割以上がもう餌代になっていると。これだけやっぱり今は上昇、まあ、さっき言った通り補填はあることはあるんですが、これだけいずれ生産品が上がっているというのが現状なんです。それから、まあ、大体畜産農家はトラクターとかローダー、それからまあダンプトラックとかってやっぱりそういう農機関係も所有しているということで、まあ、当然今燃料費も上がっているということですから、本当に生産コストが上がってて、まあ、厳しいということでありました。まあ、本来はこの状況をどう捉えているかということで質問も下がったわけですが、まあ、いずれ進出もらってことですが、まあ、さらに畜産農家の現状を紹介したいと思いますが、これも月曜日の農業新聞にいじめに出てました。この半年間で酪農家全国で400戸、まあ、率にして 3.4% が減少しているよということでありました。まあ、当然ここ、まあ、北上に限らず、まあ、全国の畜産農家も今のこの高い現状が続けばおそらくやはり廃業していく農家が増えていくだろうと思います。それで、まあ、せっかくだったから、まあ、10年間この北上市内の、まあ、畜産農家の推移も、まあ、調べてきましたので、まあ、紹介したいと思います。すみませんね、答弁もらわれたけど私だけ喋ってるんですが、本当はこう聞く予定なんですが、まあ、いい方に向いたので私も気持ちよく紹介しますのでよろしくお願いします。はい、まあ、10年前と言いますと、まあ、平成24年ですから震災の翌年ということで、これはあくまでも農協の部会数で、まあ、聞き取りをしてきましたが、繁殖農家10年前はまあ97戸あったのが、まあ、11月末現在ではまあ68戸に減っているということで、もう3割もうこの10年間で減っていると。それから肥育農家、まあ、北上優で頑張っていただいておりますが、10年前は19戸、今は残念ながら半減の10戸で、この10戸は今繁殖のメス牛、まあ、少ない多いはありますが、ほとんど一貫経営にまあ切り替わっているということで、まあ、なんだ、件数はいずれ繁殖農家の方で重複するということになりますが、いずれ肥育として出荷しているのはわずか半分の10個になったと。それからこれはもっとひどいって言えばおかしいですが、酪農家は10年前はまあなんとか6個あったわけですが、今は残念ながら2個しか残っていません。それも恥口ないとごとんどというような形の中で、わずか2件に、残念ながら2件になっていると。それから養豚農家、まあ、これはあくまでもまあ農協の部会数ですから、多分市内には3つの養豚農場もあると思いますが、まあ、そっちは小規模ですから、部会に入っていませんが、農協でも10年前は6件の養豚農家があったんですが、今はやっぱり半減の3件と。ということで全体から見ても128件から73件ということで、もう 35%、このままいったらあと20年、30年後はもう
ゼロになる可能性があります。で、これだけ厳しいですから、やはり今を信するしかないですよって私言いたかったんですが、まあ信するということですから、答弁はいりません。で、さっき支援内容ということですが、党数あたりの支援を、党数の、党数に応じた給付金を補正するというですが、もう少し具体的にもし決まっているのであれば、紹介していただきたいと思いますが。農林部長。はい、ただいまの議員の質問にお答えいたします。まあ、最終的にはまだ決まっているところではございません。多市町村の状況などを見ながら、対象や条件、あるいは金額等を最終的に詰めて、追加の補正を提案させていただきたいと思っておりますので、今のところはまだ各自しゃべれるものではないと思っております。以上。藤田民生議員。はい、まだ具体的に決まっていないということであれば、若干私、他の情勢、行政の取り組み内容を聞いておりますので、ぜひ紹介しますので、参考にしてもらえば大変ありがたいと思いますが、まずは、盛岡市さん、盛岡市さんは実際に、配合飼料、購入した数量に対して、支援するということで、トン当たり5000円の支援をしたいと、ただ上限がありまして、1農家 100万円までということになっていますが、期間は今年の1月から12月までの1年間、ここに買った配合飼料に対して、さっき言ったトン当たり5000円をするということで、畜種は牛、豚、鶏ということになっております。それから隣の花巻さんも、同様の取り組みをやるということですが、花巻さんは、粗飼料、さっき言った通り、輸入物が上がっているということで、配合飼料にプラス輸入灌木草、国産の灌木草ということで、期間は今年の4月1日から来年の3月31日までの1年間、やっぱり、実際に購入した飼料代に支援するということで、助成金額が輸入灌木草に対しては、トン当たり1万円を支援すると、それから国産の灌木草、さっき言ったとおり、あまり、そんなに高騰しないということですから、これに対してはトン当たり1000円、それから配合飼料についても、花巻さんはトン当たり1000円ということで、助成するということです。花巻は今、養豚は J 畜産しかないということで、ちょっと対象になっているのがちょっと分かりませんが、いずれ、こういう内容で取り組むそうです。それから奥州市さん、奥州市さんは、今年の7月1日時点で、家畜を使用している頭数に対して支援するということで、さっき言ったとおり、その頭数に応じて支援するということですが、繁殖牛、子牛を含みますが、1頭に対して1万1000円、それから肥育牛に対しても同じく1万1000円、それから乳幼牛、酪農家ですが、乳幼牛については1頭当たり1万2000円、それから育成牛ですね、将来の絞る候補ですが、育成牛に対しても2000円を支援するということになっております。金額出てるのはこれ、牛だけですが、その他にさっき言った豚で、大石さんは羊もおりますから、羊、それから鶏も含むということなそうです。あと、まだこれも違ったやり方ですが、一ノ関市さん、で一ノ関市さんは地域に大手のブロイラー、名前を言わなくても多分分かると思いますが、大手のブロイラー、それから大型の養豚場がやはりいるということで、実際の配合の購入量も、購入支援も考えたということですが、使っている量もやっぱり半端じゃないと、それからちょっと偏った支援になるということで、それを諦めまして、先から話題出ていますが、配合飼料の価格安定制度、これ、農業者も積み立てをしておりますから、積み立てが掛け金を拠出しますので、これが生産者、トン当たり
600円の掛け金を納めているわけですが、その掛け金の3分の1ということで、2000円、トンあたり2000円の掛け金助成をするということになっています。それから、まあ、実際この安定基金に入っていない、まあ、トスが少ない人とかってなってくれば、こんなに、配合資料を使わないということで、当然入っていない人もございます。で、その方に対しては、やはり頑張って今後も畜産やってくるやということで、今のところはまだ決まってないんですが、1頭当たり2000円から3000円を支援する方向で今、検討しているということで、このとおりやっぱり各行政、やはりそこの形態もだいぶ違いますので、このように欧米か下落同業は違って、まあ、それぞれ支援内容が違いますので、ぜひとももし参考になるのであれば、参考していただきたいと思います。まあ、大体調べてきたのをお話ししましたので、次の質問に入りたいと思います。それでは次の水田活用直接支払い交付金にかかる基準単収を地域の現状に合わせた単収へということで再質問をいたします。まあ、前段で話をしましたが、まあ、現在北上市の基準単収は一律に設定されております。まあ、どのぐらい前か、ちょっとそこまでは詳しく調べていませんが、まあ、以前は地域ごとに基準単収が設定されていたとお聞きしましたが、まずはこれは間違いなのかお聞きします。それからさらには地域ごととは、まあ、どの程度、まあ、旧市町村単位なのか、またさらに細分化されていたのか、合わせて伺いをいたします。農林部長。はい、ただいまの質問にお答えいたします。まあ、私も調べてみましたが、私どもにある再生協議会の資料、まあ、24年までは見ましたけれども、その時点ではまだもうすでに統一になってましたから、それ以前だというふうに思っております。まあ、これはちょっと書類等を見たわけではございませんので、どういうふうになっていたかは聞いた部分でお話しさせていただくと、まあ、旧農協単位での変化があったというのは聞いたことがございますが、それがいつまでというのはなかなかちょっと今すぐには分からなかったというのが今の状況でございます。以上です。議長。藤田民夫議員。はい、それでは、まあ、本当はどのような結果があって今の事実になったのかと、まあ、質問したかったわけですが、まあ、私も若干農協からも聞いておりましたが、まあまあ、想像といえばちょっと失礼ですが、多分こうだったんじゃないかなという話もちょっと聞きましたが、まあ、当然、以前はその地域ごとに基準単収が決まってらったということですが、いつからだったか分かりませんが、互助制度を、まあ、やった時があるわけですが、まあ、その前は国の管理の中に生産数量の目標配分が農家ごとに配分されていたわけなんですが、まあ、一応ある程度それはまあノルマでまあ達成しなきゃダメだと、まあ、当然その北上市全体の中での達成という意味ですが、そうするとどうしてもその添削他のものをやれないよといった場合は、一旦ばたりいくらの拠出でそれを多く添削した人にその拠出したお金を支援するという形で、なんかその時になんか一律になったんじゃないかという話を聞きました。で、多分おそらく、まあ、これも想像ですが、地域ごとの基準単収が一旦当たりの拠出金も、まあ、変わってくるということで、まあ、それが煩雑になるということで一本化したんじゃないかという なんかそういう、まあ、はっきりしたというのは、まあ、そういう結果もあったんじゃないかということにされました。いずれ今言った通り、前はいずれその面積配分、それから交付金も一旦分なんぼというようなだったようです、やはり聞きますと。ただ今の水田活用の直接支払い交付金、この制度の下では、まあ、何回も言っていますが、飼料用米、それから加工用米は面積と収量が基準となっているんです。で、毎年提出をしておりますが、水稲生産実施計画書、まあ、通称は営農計画書というわけですが、この計画書は水稲共済耕地等、まあ、耕地等というか、まあ、水田のことですが、耕地等情報申告表という、これも兼ねた計画書になっているんです。
で、その計画書には、まあ、工地ごとといいますか、水田ごとに収量等級の数字が表示をされているわけです。で、これが、まあ、水道共済、まあ、今は、まあ、収入保険とかいろいろありますが、水道共済の収量の目安として記載されているわけなんです。で、これを、まあ、共済組合、確認しました。で、一応、共済組合では、まあ、収量等級1の場合、1の場合は、10ワール当たり600キログラムの収量を、まあ、基準としていると。それから以下数字が増えるごとに10キロの減収となるということなんです。ですから、収量2になれば590キロ、収量3等級になれば580キロということで、10キロずつの刻みで下がってくるということなんです。それで、まあ、前段で過去4枚の出荷者の話しましたが、確認しました。で、この方は我がの方であります。チェックまでは細かく言いませんが、まあ、収量等級、一応確認してみました。で、この方は、まあ、給電というか、まあ、従来からの田んぼが10等級、それから新しく開墾して、まあ、比較的新しい、まあ、新田戸が新田だと言いますが、これが14等級 の田んぼを所有してあったということで、今まで言っているその基準端子、542キロ、まあ、10キロ刻みであれば、7等級ぐらいに、まあ、該当するのかは分かりませんが、仮にこの7等級が基準だとすると、この方は10等級と14等級の水田しか持っていませんので、10等級の水田であれば、まあ、一旦分、10アール当たり30キログラム、それから14等級の水田であれば70キログラム、数字で言えば、まあ、減収になっている田んぼなんです。それから私の近くの人にも、まあ、種類用米を出荷している人、エズルゴの方ですが、この方にもちょっと確認をさせていただきました。で、その方は7等級から13等級の水田をいずれ耕作していると。で、種類用米は、じゃあどこだというと、まあ、9等級の水田に作付けをしておりました。で、聞いたところが、種類用米は農協のカントリーに全量出荷だということで、まあ、主食用米の収穫が終わってからと、それからしか刈り取れないということで、どうしても刈り取り時期が遅くなるということで、やはり排水の良い、まあ、ぬがらないというか、排水の良い、まあ、田んぼに作付けしているということでありまして、まあ、当然、今まで満額の10万5000円の交付金は全然もらったことないと、いつも8万円だと、8万円台だと話しておりましたが、まあ、当然、この収量はいずれ東京だけでなく、農家のサイバー管理によっても、まあ、収量は変わってきますが、北亀市全体をやはり一律の基準とすることは公平性にやはり欠けるんじゃないかと思いますが、当局はどのように捉えているのか伺います。農林部長。はい、ただいまの質問にお答えいたします。まあ、加工用米、収容用米の収量で考えるとなれば、それはその通りだというふうに思っているところでございますが、これは基本的には昔で言えば生産調整等にも響いてくることになります。すると、収量の少ないところは今度は面積を増やさなきゃいけないということも出てきますので、そういうことを考えたときに、どっちがいいのか、全体を平均してやったほうがいいのか、各地域ごとにやって、取れないところは生産調整、まあ、昔で言えば生産調整、生産目安というものを、通常の平均で言えば 40% をさらに下げてやらなきゃいけないということも出てきますので、それら辺を含めて再生協議会の方で考えることになるかと思います。その中には当然地域ごとの再生協議会の代表の方々、あるいは関係機関等が入っておりますので、それらのご意見を聞きながら進めていくことになるかと思っております。ただし先ほどの計算の共済の部分だけをお話しさせていただいていただきましたけれども、花巻市の調整の仕方の部分を見て計算していくとですね、ちょっと簡単にはいかない、計算の元になる数字が出てこないようなところもいっぱい出てきてますので、そこらをどうするかは、事務局である JA 花巻さんとも相談しながら進めることになるのかなと。まずは再生協議会の中でそういう方向でやっていいのかどうかを決めていただいて、それから東北農政局さんとどういうふうな形でやればいいのか、でそのを考えることになるかというふうに考えているところでございます。以上です。
議長。質問、要約して質問してください。あ、はい、藤田民生議員。はい、まあ、当然一律に今やってるのを、まあ、賃金で変えるというのはやっぱりそれなりのまだ問題も出てくると思いますが、いずれここ2年ぐらい、まあ、米価下落のためにやはりその主食用米からの転換が増えているということになりますが、まあ、その面積を見ますと、令和2年度から、まあ、今年の4年ということで、紹介しますが、飼料用米、これは令和2年度は 431.6 ヘクタールの取り組みであったのが、3年は125ヘクタール増えまして、556.8 ヘクタール、それから今年4年度はさらに106ヘクタール増えまして、662.6 ヘクタール、まあ、2年度に比べましても231ヘクタール増えておるわけです。それから加工用米、これも令和2年度が 144.3 ヘクタール、それから3年はまあ微増ですが、147.9 ヘクタール、まあ、当然当局も抑えておりますが、令和4年度はさっきも言いました通り、市の主食用米転換支援事業ということで、まあ、80ヘクタール、まあ、計画しておりますが、ややそれに近い4年度は78兆分ぐらい増えまして、225.8 ヘクタール。でまあ、トータルでも、まあ、81.5 ヘクタール、まあ、やはりこのとおり、加工用米が増えているわけです。で、これ、両方合わせますと、2年度に比べまして 312.5 ヘクタール、トータルで 888.4 ヘクタール、やはりこれだけやっぱり転換する面積が増えているということは、この面積がさっき言ったとおり、今の542キログラム、これがすべて基準になっているわけなんです。ですから、さっき言ったとおり、飼料用米については、その飼料に応じて交付金の単価も決まりますし、加工用米は出荷数量の基準となっているんですから、本当にこれでよろしいのでしょうか、改めてまだお聞きしますが。農林部長。ただいまの質問にお答えいたします。いいか悪いかという問題ではなくてですね、協議する場にはお話はさせていただくということになるかと思います。その加工用米、飼料用米の収量からの面積安分だけで考えるであれば、その通り、あるいは平均収量より全部下げれるのだと、全員が下げれるのだと、地域ごとに下げれるのだというならば、可能な話だと思います。逆に全体の作付け面積はこれくらいにして、収量からこれくらいにしてくださいねって来ている場合は、逆に上げなきゃいけないところも出てきます。そうするときに、どちらがいいのかも考えなきゃいけないということになります。あるいは、産地交付金は単純に面積だけでいってます。そうすると、言い方悪ければ、取れないところにも取れるところにも同じ面積率で交付金がいってます。それらも考えることになるかというふうに考えています。いいとか悪いとかじゃなくて、それらを含めて再生協議会事務局も含めて考えていかなきゃいけないというふうに考えているところでございます。以上でございます。藤田民生議員。はい、それでちょっとまた県内の状況を、まあ、聞いてみました。でちょっと紹介したいと思いますが、この基準端子については盛岡市さん、まあ、実際盛岡市さんはやっぱり一律の基準にやっていると、まあ、水田もそんなに多くないし、地域的にも大体、まあ、同じようなとこだから、まあ、特にも問題ないということですが、ただ一つだけ玉山村との合併したときに、玉山村は水稲品種ドンピシャリ、まあ、これ多種品種ですが、それの作付けしている農家が多かったということで、まあ、協議したようですが、まあ、いずれ最終的には一律の基準でやってるよと。それから同じ農協の中ですが、隣の花巻市さん、で花巻さんはやはり農家組合単位でこの基準単数をいずれ設定をしていると。それから遠野市さん、遠野市さんは合併前の旧遠野8地区、それから宮森の3地区で、まあ、それぞれ基準単数をやはり設定している。それから西和賀町さんも、まあ、旧町村単位、さらにはやはり地域ごとに基準単数をいずれ設定しているということでした。それから奥州市さん、意外だなと思ったのは、奥州市さんは今のところは一律の基準でやってるよということで、
まあ、担当に聞いたところ農家から要望とはありませんかということで、まあ、今のところはまだ特にもない。ただやっぱり地域的な格差はあるとは思いますが、今のところはまずこの基準短縮でやっているということです。それから一応の関市さん、まあ、旧市町村単位ということで、やはり旧市町村単位で基準短縮をいずれ設定すると。それで、まあ、今部長からも答弁ありました通り、まあ、協議会協議して決めるということですが、まあ、いずれあの最終的にはまあ北上市のまあ考え方と思いますが、やはりあの公平性の観点から考えますと、その地域の現状に合った基準短縮とするべきだと思いますが、最後に市長はどのように捉えているのか伺います。市長。はい、あの議員 の、まあ、ご意見、今ただいまお聞きいたしました。私もあの農業再生協議会の、まあ、代表をおせつかっておりますので、そのテーブルにはきちっと載せていきたいというふうに思います。まあ、それぞれどう考えるかというのは議論があるところだと思いますので、まあ、市がどうのこうのというよりは、まず農業再生協議会の中で関係団体がしっかりと議論していただくというのが重要かと思っております。以上です。藤田民夫議員。はい、じゃあちょっと最後に、話をさせていただきますが、あのちょっと私感じたことをしゃべりますが、まあ、今回の件についてもちろん当局からはお話を聞いていますし、まあ、農協からも当然話を聞いていますが、ちょっと私感じたことを、まあ、正直に申し上げますが、まあ、当局それから農協、まあ、それぞれ主張する部分があって、ちょっとあの噛み合わない部分もあったように私はちょっと感じております。まあ、先ほど言っている通り、部長はあの再生協の中で協議してまいるということですから、まあ当然これから の、 あの北上の農政、まあ、当局それから農協両輪でやはり進めても、いただかねばならないという思いますので、いずれ、先も言っている通り十分協議をしてこれからもあの進めていただきたいと思いますので、これで質問を終わりたいと思います。4番藤田民夫議員の質問を終結いたします。休憩いたします。10分間。